系はデザートを作ったりって書いてますよ、はい、またこういう虚偽の、うん、虚偽だね、虚偽ではないんだけど虚偽ではないけど、まあ、作ったりっていうほどは作ってないですね、うん、でもなんか作ったりはし一応はたまにね、キッチンには立つ毎日チーズケーキ焼いてたよ。毎日チーズケーキ焼いてんの？ステラおばさんじゃん、もう。君がステラおばさんじゃないよ、もう。なんかさ、暇でやることがなくて。暇なことな、マジで？俺もう友達が暇でって言うとドキッとするよ。暇を持て余してね、夜中とかにね、焼いてたんだけど。マジで、うん、うまく焼けました？そうでね、うん、簡単に焼けると思ったら、うん、案外うまくいかなくて悔しくなっちゃって毎日焼いてたんだけど、うん、一回なんとなく形になったから、うん、もういいかなって思って、材料超余ってんの、今冷蔵庫の。作ったそのバカみたいに大量に作ったチーズケーキは誰が食べてるんですか？自分でですよ、もちろん。そりゃ太りますよ。そりゃ太ります。当たり前じゃないですか。イライラを入れないでください。ストレスじゃない。まあ、ストレスからかな、でも。そうだよ、ストレスが回ってんだよ、これ。出口だけ見たら、まるでストレスとは思えないね。最近はチーズケーキにハマってて、っていう。いっぱい作ってますって、まるでストレスを感じさせないと。そうだね。うん、文字だけにすると。そうだね。いいよね。だから140文字なんかでは人には伝わらないね。そうだね。そういう曲を出しております、ポアロ。さあ、ポアロの告知も終わったので、はい、田村さんの告知に行きたいと思いますよ。はい、そんな田村ゆかりさんでございますが、来週8月20日に、ライブブルーレイ&DVD、田村ゆかり、ラブライブ、フルーツフルーツチェリー。フルーツチェリーだよ。ごめんなさい、もうまた間違えた。何回もこれ間違える。フルーフルーチェリー、もうカタカナにしといて、はい、&キャラメルリボンをリリースされます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。間違えちゃった。ありがとうございます。さあ、こちらですね。はい。頑張りますよ。はい。5分頑張りますよ、告知を。はい。こちらですね、2013年秋に行われたライブ。はい。ツアーじゃないんだよ、ライブだよね。そうです。田村ゆかりラブライブ2013オータムキャラメルリボンの、9月の16日横浜アリーナ公演と、はい。2014年春に行われたライブツアー、田村ゆかりラブライブ2014スプリングフルーフルーチェリー。はい。の、3月30日日本武道館公演が収録された豪華なライブブルー&DVD になっておりますか？はい、イエスイエスオーケー、今んとこ大丈夫よ。2013、2014だから、そうか、キャラメルリボンの方が、1年ぐらい前だ。そうだね。はいはいはい。はいはい、もう随分久々なんじゃね。久方ぶりだね。久方ぶりだね。このキャラメルリボンの時代の私に会うのも。そうだね。そして、フルーチェリーの方ですね、はい、埼玉スーパーアリーナからスタートして、武道館公演で終わるライブツアーでございまして。そうです。全然違うツアー内容になりました。そうだね、単発とツアーだから。ああ、そうか、そうだよね。そうそうそう。単発でできるやつはやっぱりツアーで組むときとやっぱり全然違うものにするわけ？全然違うか。デリケートか、デリケートか、これ。ないけど、うん、全然違くはないけど、うん、単発はさ、一回しか見れないから、何やっても驚くじゃん、うん、ああ、そうか、そうか。ツアーって、情報がね。もう見たよ、みたいになるから、難しいなって。みんなめんどくせえなー。めんどくさいよ、はっきり言って。黙ってろって思うんだけど。